よいしょ、ありがとうございます。ツアー兵庫ありがとうございました。ツアーじゃん、ありがとうございました。なんかツアーだからさ、どこまで喋るか悩みますが、すごい初めてのこともたくさんできたのですごく楽しかったです。最初はめちゃくちゃ不安だったんですけど、はい、とってもとってもとっても楽しかったです。来てくださった皆さんありがとうございました。やばい、固まっちゃった、携帯が固まった。あれ、みんなは固まってないかな、大丈夫かな。ガクガクだ。コメントも、私の携帯が固まってんだ、画面がっていうよりコメントも流れてない、やだー、容量がいっぱいなのかしら。クワウチと流れ星が飛んでるんだけど、エフェクトみたいに飛んでるんですけど、固まってない？じゃあいっか、私のところはずっと固まっております。もう流れ星まみれですね。最初のステージへの登場から驚かされました。一番緊張したの、でもなんかこれ、なんかいますよね、ツアーまだ行ってなくって、これからの公演行くから秘密にしてたいなって、知らないでおきたいなって思ってる方いますよね。本当にね、たくさんの黄色とオレンジのペンライトもいっぱい見えたし、タオルもいっぱい見えたし、うちわも見えたし、ケータリングはホットミールがあったんですけど、私ホットミール1ミリも食べずに終わっちゃった。なんかいろいろやってたら時間なくなっちゃいました。なんか時間なくて、なんか1部と2部の間がそもそもそんなに時間がなかったんですけど、1時間ぐらいしかなかったんだけど、なんか1時間じゃあ私2時間前とかに食べるから、いつも2時間以上ぐらい前、まあ、最悪でも1時間半前とかに食べたい人だから、やばいみたいな、動けなくなっちゃうんですよ、なんかわかんない、重くてそうだから食べないようにしてるからと思ったら、ホットミール食べてなかった、1ミリも。何があったかも知らないっていうレベルで食べてないです。悲しい明石焼きなかったですね、だからお土産で買いました。明石焼きと神戸プリンを買いました。明石焼きはまだ食べてなくて、神戸プリンを今日食べました。お昼はお昼公演の前も2時間もなくって、多分そのメイクとかしてたら時間なくなっちゃって、ヘアとかもしてたら時間なくて、緊張もあったし、ああもう気づいたら始まっちゃうと思って、そう全然食べてなかったで、だからやばいと思って、30分前になんかあの前日にコンビニで買ったあの牛タンを買ったから、それがあったから、あとりあえずそれ食べとこうと思って、なんか何も食べないのはやばいと思って、はい食べました。神戸プリン美味しかったです。なんか
濃いですね、プリンが。そのカラメルもついてるんだけど、カラメルをかけないプリンもなんか美味しかった。なんかニキビ目立ってやだ、ここにニキビできたんです、やだん。量産初見、おチョコありがとうございます。チョコちゃんに何回も手振ってもらえた気がしました、イエイ。もう本当になんか黄色とオレンジのペンライトたくさん見えて、でもあのその黄色とオレンジの方じゃない方もあのなんかすごいあの目合った時にあーってやってくれたのが本当に嬉しくて、本当に本当に嬉しかったです。ミキさんビギナーありがとうございます。新しい宣伝写真がありがとうございます。そう、初披露したんです、16枚目シングル呪って呪って、いっぱい MV 見てください。夢かお誕生日おめでとう、夢かんとりマームさん、ビギナー誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、素敵な一年にしてください、ぜひ私にも会いに来てくださいね、ありがとうございます。ハッピーバー。神戸プリン味のカントリーマームか、気になったけど神戸プリンをまず食べたいなって思っちゃってカントリーマーム買わなかった。そうで、明石焼きは冷凍のがあったから買いました。神戸プリン壺みたい、あ、私が買ったのは壺じゃなかった、なんか4つ入り買ったんですけど、なんか浅めのこういう横から見たこのぐらいの厚さのやつでした。え、壺なの？神戸プリンって壺なんですか？待って、壺じゃなかったんだけど、え、私違うのかった？昨日初参加してきました、ありがとうございます、楽しんでいただけましたでしょうか。最近黄色オレンジ増えた気がする、嬉しい、ありがとうございます。なんか皆さんにもそう、なんか私から見る景色も黄色とオレンジでも、私の目は黄色とオレンジがこう はっきり目立って見える 目になってるから、なんかそう思ってるだけかなって思うけど、みんながそうやって言ってくれてるってことはそういうことだよねって思って嬉しいです。黄色とオレンジペンライトいっぱい振ってくれてありがとうございます。絶対レスもらったって思ってる、え、絶対レスもらってますよ、あのみんなそうだけど、もらったかなじゃないよ、なんかその逆の時もあるの、なんかはーってやったけどなんかちょっと違うみたいな時もあるんだけど、なんか本当にあの結構みんなのこと見えてるから、あの目合ったと思ったらもう絶対に目合ってるんです、それはあの気づいてください、よろしくお願いします。差し入れはいちごとシャインマスカットとパンとチョコクッキーみたいなのがありましたね。あとお菓子系もいっぱいあったね。武蔵野行くね、ありがとうございます、お待ちしてます。鈴さんビーナーありがとうございます。オーラホールのコラボ黒パーカーで見に行ったよって嬉しい、ありがとうございます。新しいアーシャいかつかった、ハーフアップです、高めのハーフアップ。でも今回は、決まっててというか、ヘアさんがそのメンバーに合う、似合う髪型に MV をしていて、そう、だから MV の方がちょっとなんかこう、なかなかこう前髪とかこうなってたりとか、あと、なんかね、そう、違うところもある。ここの触覚が三つ編みがあったりとか、そう、あるんだけど、そう、それは MV 仕様で、でも洗剤にも、はそれに近しい、やつになってるはず、わかんないけど、そうです。そうだから私がハーフアップにしますっていうよりか、え、ハーフアップどうみたいな感じでしたね。しゅうさくさん、ありがとう、キーピットクマちゃん I love you、 ありがとうございます。ハーフアップにしようと思ってるって感じですね。いつ新曲撮影したのレベルで分からなかった。おいつでしょうか。明日受験頑張ってください、ヨッシーさん、ファイト、ありがとうございます。今分わけわかんないぐらいずっと見てます、ぶささってます、ありがとうございます。やったー、最初冗談だったけどいっぱい手振ってくれてありがとう。伝わってますか、こうやってあーいって
やってますよ。気づいてますか皆さん。どっちも夢。まだツボのやつ本当に気になったんだけど、ちょっとちゃんと知れてなかったのかな。っていうかその店員さんがすごいなんか勧めてくれたんです。なんかこれは31年目なんですよって。そうで、君たちが生まれる前からあってみたいな、でそれから味は変わってなくってって、すごいおすすめされて、あでも私はプリンを買おうと思ってたから、あこれだみたいな、あったーと思って買ったけど、いろんな種類があったんですね。知らん、なんかもうそれだって勝手に思ってた。両方有名そうなんだ。ちょっと次もし行く時があれば壺買ってみたいね。ヒロオレンジ周りもたくさんいた、嬉しい、ありがとうございます。レグルスさん、クマママママ、ありがお肉ま、ありがとうございます。ずっとしょこちゃん見てた、嬉しい、ありがとうございます。もうね本当にいろんなところに、もうくまなくいろんなところに行けたんじゃないかなって思ってます私は。はい、思ってますけど、どうだろう、なんか偏りそんなにない気がする今回のツアーは。多分まあ会場ごとにさ、その今までそのまだ次の公演がどうなるとか知らない、まだ本当に全然知らないんだけど、今までの経験上なんかこの会場ではこれがあってとかもあるから何とも言えないけど、そう例えばボール投げるのがこの会場はできるけどこの会場はできないとか、そういうのがあったり、2階3階に行くのがこの会場はできるけどこの会場はできないとか結構今まであったから、どうなるか分かんないんですけど、今回特に期間空いてるからさ全然まだ知らないんだけど、そうでも今のところ私的にはどっちとかなんかなく行けてるかなって思ってます。うん、思っておりますね。低めツインにしまして、そう低めツインはもともとどうしようかなって思ってて、ポニーテールの方はこれは言っちゃうね、そうユニット曲でポニーテール着るんをやったんですけど、ポニーテール着るんの方はポニーテールにしようって思っててポニーテールにしてたんだけど、もう一個が夜の部でオフショルニットをやったんですね。オフショルニットは髪型どうしようかなってずっと悩んでて、前日がツインテールの日だったから、あそういえばなんか写真探してて、あそういえばツインテールやってないなって思ったからツインテールにしました。なんか可愛い系、オフショルニットってなんとなく可愛い系のイメージがあるので可愛い系にしようと思って可愛い系にしましたね。うん、新しいアジャ写真よき、ありがとうございます。会場入っても周りにショコラの人結構見て嬉しかったです。嬉しい、そうやって言っていただけて嬉しいです。本当にもう前から後ろまで本当にくまなく私は見れたと思ってるよ。うん、ゆうたさん、ありがとわー、ありがとわ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 ありがとうございます。ゆうたさん、ここです、ここです、ゆうたさん、とはありがとう、ありがとうございます。ゆうたさん、ここです。衣装も髪型も似合う、嬉しい、バチ受けすぎた、好きすぎた、嬉しい、ありがとうございます。私もかっこいい感じ、そうなんです。嬉しい、ショコの歌周りみんな褒めてた、嬉しい、ありがとうございます。なんか特にそのユニット曲ってもともとある歌割りとかだったから、そう今までその歌ってきた曲よりも長かったりとか、一フレーズワンフレーズが長かったりとか、だから歌う機会が多かったんじゃないかなって思ってる。思ってるけど、そうやって言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。ショコちゃんがレス湧いてくれたら嬉しいって言ってるから頑張って湧いてる。待って、それはさ、なんかさ、なんかちょっとあれだよね、本当に嬉しいって思ってくれてるんだよね。ってことですよね。その
もちろんあの嬉しいけど、あの全然あの伝わったら嬉しい、あの気づいてるよっていうなんかってやってくれたら嬉しい、あの伝わってるよって言ってくれたら嬉しいですなんかえ合って目合ってると思ってるけど合ってないのかなって思うから、そう伝わってるよって感じでやってもらえたら嬉しいですね。そう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 、あとは、夜の公演だけ、花ちゃんのお誕生日をお祝いする、花ちゃんが今日お誕生日なので、そう昨日前日なんですけど、スイート16を披露させていただきました。今日は私のスイート24パーティーみたいな24歳でちょっと複雑みたいな感じでやらせていただきました。招待状の回し方は、あれはもともとはいつもこうやってちゃんと回してたんですけど、リハの時はなんかこうやって回ってきたのでこうやって回しましたジャケシは寒そうだった。え、でも私はまだあったかい方なんじゃないかな。肩がめっちゃ出てたり、お腹が出てたりするメンバーが。髪飾り豪華だよね。可愛いです。本当に。ああいう大きいイヤリングが大好きだから。ライブのオフショル可愛すぎてさ。オフショルにーた。可愛いですよね。いちごトリュフ。美味しいんだ。もう本当にね。なんかいっぱいあったけどどうしようってなって、とりあえずそう初めてだからプリンと神戸牛探したけどね、なんかその送る系のなんか配送みたいなやつしかなくって見つけられなかったです。だからプリンと明石焼き買いました。プリンカラメル別なのが神戸流なんですね。最上段でも結構見えてるものです。結構見えてるものですなんかその本ステージからいて一番遠くの一番上とかで誰とかはわからない、正直わからないけど、あのペンライトとかで、あ、私のファンの方がいるんだっていうのはわかります。全然わかります。あのよくさカメラとか、まあ、亀子さんの写真もそうだけどさ、結構ペンライト目立ってますよね。ペンライトで 目に入ったりするから、はい、全然見えてます。だからそこのーってそこ見えてるよーっていう気持ちですね。で近くに行ったら、あ、誰だーって分かったりとか、ちょっと離れててもうちわがいつも同じうちわの方とかだと、あ、いてくれてるなーって思うって思いますね。でおります。ライブ一番輝いてた、嬉しい、ありがとうございました。ヒロさんありがとうございます、嬉しい買ったやつがカントリーマーム味とカントリーマーム同じ味、あ、そう同じだった、神戸だから余計にもうそれだけだと思ってた、壺とか知らなかったもしかして私貯めてる？あ、偶然にも隣の人がショコラで嬉しかった。おー嬉しい。やったね。フリじゃない壺は買わないように気をつけます。ゆきのさん、くまもんもありがとう、くまちゃん。ありがとうございます。ねえ、どっちもよく行った気がする。トロッコで後ろの方まで。そう、後ろの方もトロッコ、その、これは言っていいのかな？まあ、本ステージセンターステージがあるんですけど、でこっち側は普通だったら B ステージ、普通だったらっていうか、あのイコノイジョイとかだと B ステージがあったりする、バックステージっていうのかな、 B ステージがあるんだけど、そこがないからこそこう結構トロッコでこう回ったりとか奥の方まで行ったりとかできたから、結構どこも行った気がするな。なんかトロッコも半分だけ行くとかじゃなくて、こうちゃんとこうなんていうの、一周というか半周というかこう回ってみんなのとこ全部回れたから、くまなく行けたんじゃないかなって思ってます。好きになって初めて対面にも行きます。嬉しい、しょこちゃんに会えるの楽しみ、嬉しい、すずりさん、ビギナー、私も楽しみにしております嬉しい。どこまでさ言っていいものなのか全然わからなくてさ、そのみんなツアーをさ楽しみに待っててくれてる方とかはさ、
背取りが分かんなければいいのか、そのビーステとかの話も聞きたくないのかちょっと分からないけど、ちょっとまあなるべく言わないように、でもいっぱい喋ります。そう、今回は16枚目シングル呪って呪っての初披露させていただきました。 MV MV をも初公開になりましたね。はい、すごい可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。また今髪型のこと言ってる。マニキュラもオフショルも最高すぎました、ありがとうございます。ちょっと上まで一回行きたいね。そのいみちゃんのカバー曲歌っちゃいました。私もカベコさんのお写真いっぱい保存させていただいております。一番動いてた、もう本当にくまなく、そのまた今回もあの表を作って、興奮して先生って書いて、こうトロッコの動線とかも書いたりして、こうやって行って、ここでこう走って、こう行って、こう行って、ああここ行ってないとかいろいろやってました。今回も生で見る職可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。いつもすっぴん気味の配信だからね。え、嬉しい、チョコちゃん褒めてるツイート結構見かける、嬉しいよ、見かけて本当嬉しくなったら私も嬉しい、そんなん言ってもらって。チョコちゃんの声量や歌の安定感がすごくって感動しました、嬉しい。そう、声量はねもともとあるんだけど、あの自信がないからちっちゃくなったりとか、逆に声量ありすぎてなんか目立って、なんか変に目立っちゃったりとかも結構あったから、なんかその悩みどころだよね。でもそうやって言ってもらえて嬉しいです。私の公演で黄色とオレンジたくさん降るね、ありがとうございます、いっぱい降ってください。ポニキュルやらせていただきました。ポニーテールリモキュル、これが好きなんでしょ。上手くなった歌めちゃよかった、嬉しい、みんなそうやって言ってくれて嬉しいです、ありがとうございます。安心して聞いてられる、本当になんかもう不安のとこばっかりなんだけど、特に今回はユニットさやらせていただいたから、あーみたいな、もうだってマイクを使って歌うって、そのもうあの会場でイヤモニしてってなると、本当にそのもう練習とかじゃなくてもあの会場に行かないとできないことだからね、ドキドキです。ウィンクだって大盛りで、イエイ。本当に楽しかったですね。そう、衣装もねめちゃくちゃ可愛くて、あーやばいやばいやばい、なんかいろんなとこ行っちゃった、ちょっとごめんなさい、コメントバーってなんかどっか飛ばしちゃったかもしれない、申し訳ない、ちょっとバーって飛ばしてしまった、今飛ばしてしまった気がする、なんかこうやってやってたら。そう、あの衣装も可愛くて、そうまあ上がってる写真を見てもらえれば分かるんだけど、そうニットがあってみんな結構カラーになってたりとか、あのキーホルダーがついてたりとか、めちゃくちゃ可愛いです、めちゃめちゃ可愛いですよ。チョコちゃんが応援してくれたおかげで高校の推薦入試合格しました、おめでとうございます。もう私が応援しただけで、あのもうあかりさんのもう本当にあの努力、本当におめでとうございます。この先もね高校生活楽しんで頑張ってください。また直接よかったら合格したよって言いに来てもらえたら嬉しいです。エリカさん、母がショコちゃん可愛いって言ってた、ありがとうございます、優しい、ありがとうございます、嬉しいですね。ショコがどの席でも見やすいんじゃないかなって言ってる意味が分かった。そう、いろんなところに行ったので、なんか結構この私の場合だと上手が多いねって言われることが多いんだけど、今回は割といろいろ行けた気がします。
はい、まあ、会場によってそのどこが見やすい見にくいとかはあるのかもしれないけど、全然会場のこと分かんないからあれなんだけど、あるかもしれないけど、そのどっちが多いからとかそういうのはない気がしますね、私的には。はい、って思っております。ちょっとね、今めっちゃコメントした本の方読んでしまってるよね。左折するショコちゃんが可愛いと密かに話題になってました。嘘嘘、ノロノロ衣装可愛くて好きで、ありがとうございます。あー、曲名欲しいになっちゃう。あら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 、あー、またコメントバーってやっちゃった。ちょっと待って、あ、この辺かな、この辺だ。足のリボンでショコちゃん探してました。足のリボンってなんだ。あれってこと、ネックウォーマー、ネックウォーマー、ネックウォーマー、レッグウォーマー、レッグウォーマーってことですか。ストリーはツイッターでつぶやいてる人のが流れてきてるから話してもいいかも。っていうよりかはツアーを楽しみにしていて、ツイッターも見ないで、もう何も見ずに楽しみに待ってる方がいらっしゃるんですよ、ツアーには。そう、自分がもうその知って、もちろん知って見る方もいると思うけど、何も見ずに、私はもう何が来るかドキドキで、私はそっちのタイプなんだけど、何も見ずに、瀬戸利とかも見ずに、初めて見て、え、次の曲これなんだとか、もう湧きたい。私はそっちのタイプなんだけど、そう、そういう方もいるから、なるべく言わないように。21分、今26分です。現在26分で21分のコメント読んでます。すいません、しょこちゃんと目合った気がした、嬉しすぎた、ありがとうございます。逆に目合わせてくれてQさんビギナー、ありがとうございます。星って星ってになっちゃう。パフォーすごく安定してダンスも重かな、嬉しい。今回ね、ダンス踊るところが多かったりとか、もう本当にあの、うん、どうしようかね、なんかもう本当に不安なところがいっぱいいっぱいいっぱいあって、もう本当に本当にって感じだね。オフショルで歌のうまさめちゃくちゃ感じた、他推しの人も言ってた。まあ、でもあんまりそのイコラブだとその短いとか、そういっぱいこういっぱい一曲の中でいっぱい歌うってことはあんまりないから、そう思ってもらえて嬉しいですし、そう思ってくださる方がいて嬉しいです。私は私の歌を聞く機会をいただけたのは嬉しいなって思いますね。はい、初校の競争の歌割り音程が初校にあって、結構低いのが好きなんだよね。それはそうだよね、もう生態的に前回のそういう夜、お歌もダンスも上手くなってて嬉しかった。ありがとうございます。上手くなってるから自信持って、ありがとうございます。 MV のコメントでしょこちゃんの美術褒めてるのたくさん見て泣けた、ありがとうございます。それはね、もうツイッターでね、もうね、いっぱいね見かけましたありがたいです、本当に。オフショルのしょこちゃんパート本当によく、嬉しい。ボイトレとかの練習の成果出せるの素晴らしい。いやー、本当に。でも私が思ったのは、あの呪って呪ってをこのヘッドセットで披露させていただいたんですけど、ヘッドセットの方が私なんか歌いやすい、なんかレッスンと同じ感じで歌えるって思いました。あのマイクつけてここで急に響くと緊張しちゃうんですけど、なんかこのまま振りのまま両手振りのまま何も変わらず披露するのがなんかすごく私的には歌いやすかったですねって思いました。カラーニット可愛いよね、めちゃめちゃ可愛いです。今合格おめでとうだよ、やばいやばい。ラストノートのダンス初めて見て直接見たけど感動して、どこだろう、そうだよ私が会いたいとかかな。
あ、最後かな。ダンスとてもかっこよかった。嬉しい。なんかもう本当に皆さんありがとうございます。今25分、あー29分、ちょっと縮まったかなぐらい。髪型好き、ありがとうございます。嬉しいですね。夜公演ブーツの紐ほどけてたの直そうとして、あ、ほどけてたのを直そうと思ったらほどけてなかったんです、あれ。だから長ってなったから、ちょっと次の公演から直せなかったの。だからほどけてなかったから、普通に長かっただけなんだよね。だからちょっと次の公演からちょっと気をつけようって思いました。そう、夜公演直そうと思って、やばい、ほどけてる、直そうと思ったら、あれ、ほどけてないの。そう、そうなんです。嬉しい、もっと早く会いたかった。明後日のサイン会申し込んでありがとうございます。嬉しい。いっぱいお名前言わせていただきます。知ってほしいって、るちゃん初見です、ありがとうございます。オフショルニットはあれはなんかこう、もともとのメンバーが4人で、オフショルニットの今回ユニットをやったメンバーも4人だったから、もともとの既存のパートをやらせていただきました。はい、です。褒めてくれる他面推しの人が多くて本当に嬉しい。なんかそれを嬉しいっても思ってもらえるのも嬉しいですね。うん、ヘッドセットなんやって。またあれはもうスタンドマイクとかがあるからもう大変だからね。こう手ついたりとかするからね。ヘッドセット、あの1曲だけヘッドセットですね。 MV メイク本当にやって嬉しい。メイクさんにメイクしてて、しましょうさん、ビーナ初めまして、ありがとうございます。なんか MV でアイラインが長いのって珍しくて、今回アイラインめっちゃ長かったんですけど、そう基本なんかナチュラルにって感じだから短めが多いんだけど、今回長くて嬉しかったです。ハンドマイク取り合って歌うの本当かっこいい。でも私実はハンドマイク一回も触んないんですよ。めっちゃ触る人もいれば全然触んない人もいて、今回めっちゃ触んないです。めっちゃ全然触んないんですよ。きなこさん、ビギナーありがとうございます。そうなんです。そうなの、そう、ただ長いだけ肩結びしてあってどうにもできなかったってこんな感じですね。お、私も初サイン申し込みました、ありがとうございます。まこさん、初日は完売だったやつだよね、あれ違ったっけ。ありがとうございます。なんかさ、サイン会が多くてさ、そうだよね、初日が完売だったやつですよね。ありがとうございます。シングル、オシュルニットライブで初めて聞いた、みお。ありがとうございます。どうでしたか。こちゃん褒められると自分のこと以上に嬉しい。ああ嬉しいよ、ありがとうございます。それを喜んでくださるのが嬉しいです、私は。うん、もちろんいろんな方が褒めてくださるのも嬉しいけど、それを私と同じように喜んでくださる方がいるっていうのも本当に嬉しいですね。32分なうです。よし、いいぞいいぞいいぞ。だいぶ戻ってきたね。そう、ミリニャがマイクをこう向けてくれて、私が歌ってるところをアンちゃんが撮るのかな。そうって感じですね。私だから1ミリも触れてないですね。あそこもね、好きって言ってくださる方いっぱいいた。だいぶ追いついてきましたよ。きっかけはしょこちゃんのこっちみんなです。え、まさかの、まさかの、ありがとうございます。びっくり。ありがとうございます。なんだか恥ずかしいですね。明石焼きお土産で買ってまだ食べてません。まあいっぱいね、言いたいことはありますが、
ありますが、まあ全て終わってからの方がいいのかなって思ってます。はい、ヤモリしてる時って声援ってどれぐらい聞こえてます？え、結構聞こえてます。おーとか、あの曲始まる時とか、わーとか、おーとか、キャーとか、あとはなんだろうな、みんなのこういう時も聞こえてますね。聞こえてるけど、こうみんなと私たちの耳の中の音とちょっとずれてるからよく外してるって感じです。はい、感じですね。あ、そうです、関西弁も少しだけライブ中にちょびっとだけ合ってるのか合ってないのかわからない感じですね。はい、東京から見に行って楽しかったです。おー、ありがとうございます。嬉しいねギリギリまで悩んで悩んで、でもなんか煽りは夜の方がなんか自分的にはなんか、昼はなんか自分からどんな声が出てんのか分かんなかった。強かったは強かったんだけど、どんな声出てんだろう自分ってって思ってるから。でもなんか映像見たら別にあのそんなことなくって、そうなんかめっちゃガラガラっていうかガラッちゃったと思ったんだけど、あの大丈夫でした。関西弁合ってた？本当に？ありがとうございます。やった。今回も煽りやってて練習終わった。ありがとうございます。緊張しますが頑張ります。嬉しい、ショコちゃんがたくさん煽ってくれたから 120% 声出した。ありがとうございます。本当にね、本当に今もずっと煽りはずっとね、本当に緊張しちゃうんです。なんか今までが何年も煽りとか MC とかやってこなさすぎて、そう、意外とやってきてなかったんですよ私。結構こうセンターの子がやってたりとか、その楽曲のねセンターの子がやってたりとか、あのよく決め方的には前の方にいる子、その時に煽りやすい子がなったりするんだけど、今まで本当にあの一言も喋んないライブとかもあって、あの歌は歌うけどね、その MC も喋んないし、あの煽りもしないし一言も喋んない時とかがありすぎて、もう本当になんか7年目なのから恥ずかしいことの、恥ずかしいかどうかんないけど、恥ずかしいんだけど私的には、あの本当に緊張しちゃうの、本当に緊張しちゃって、本当に緊張しちゃってるふふ、ふーちゃんの煽り大好き、嬉しい、ありがとうございます。ショコラの方にもね、楽しんでいただきたいからね、嬉しいです。ドキドキしちゃうのし、なんか誰かと被ってたらどうしようとか思っていろんな人に、え、ここってなんて煽るって聞いてます、うん、でもなんかその今回は最初のツアーだったから使えた文言とかも多分今後ちょっと違う感じになってくるかなって思ってるから、ちょっとあと1ヶ月間で考えたいと思います。ショコラの方コメントが優しいですね。本当に優しいです。本当に救われてます、支えられております、ありがとうございます。煽り多くて喉強化された、過去一声出してそう、私も裏返ってなかったはず。なんかね、自覚がある時とない時があって、裏返ったって言われて、え、裏返ってないと思うんだけどって思う時があるんだけど、多分裏返ってないと思ってますうん、煽りかぶらないようにしてくれてんの嬉しすぎる。
まあ、どこかで被っちゃう可能性もあるのかもしれないけど、わかんない。その時のノリでみんな言ってたりする子もいると思うからわかんないけど、どこまでみんながガッチリ決めてるかわかんないけど、私もノリでなんかめっちゃ決めてたのに全然違うこと言っちゃう時とかもあるし、そうだからね、だからね、わかんないけど、うん、ある程度ね、そのあんまり今までライブでなんかなかったかもなーって思うようなことを言ってみたりとかしてみたりとかしてみたりしてます。考えてなかった？もずくさんビギナー、トロッコからしょこちゃんと目があった気がして本当幸せでした。ありがとう、こちらこそありがとうございます。私ももう本当にあのファンの皆さんと目が合うと本当に嬉しくて、あのもちろんショコラの方ももちろんですけど、なんかその私のファンの方じゃなくてもこう一緒にハートしようとかこうやってやってくれたりとか、あの目が合ったってやってくれたりとかすごく嬉しいです。本当に本当に本当に嬉しいです。そうね、ノリは大事、ノリは大事だけど、その私的に曲を聴いて尺にはめるっていうのが本当に苦手だから、だいたいこのぐらいの長さなんだなっていうのは把握しとかないと全然喋れなくなっちゃうから、そう、そういうのはちょっとやってますね。はい、そうですね、本当にね、なんか曲聴いてその場でやれる人ってすごいなって思う。その喋りながら曲を聴ける人ってすごいなって思っちゃう。合ってると思ってても間違ってたりとかするから不安になります。もうちょっとアドリブが入るとドキドキしちゃう。尺は決まった。だってさあ、あのまあイントロだったとしたらさ、イントロでさ歌い始めのさ人にさかぶっちゃったらダメじゃん絶対に。だから私的にはね、本当はジャストがいいんだけど、かぶるよりちょっとでも時間が余ってた方がいいなって私は思ってる。本当はぴったりがいいんだけど、被るのが怖い、怖いというか、なんか聞けてないから、曲が聞こうと思ってもなんか聞けないんだよねそうだからすごいなって思う、本当にみんなぴったりとかだと、うん、LYAA さん初見ハローありがとうございますそう、先週サルの別れたてとか結構ある。そう、今までにも結構あったし、そう、先週サルのる、それでは聞いてください、サルのる別れたてみたいな、そしたらかまんないとか、かぶるよりかはみたいな気持ち感じしてねあとはね、いつだっけな、なんかどっかであったサラツンの楽しみまーシャコ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 みたいな、リハだったっけな、ちょっと忘れちゃった。そう、楽しみまーみたいなそう難しいんだよね、あれね、難しいんです、曲聴くのってって思うシャコシャコシャコはリハだったかもね、私なんかどっかのね言ったよね、ショールームでね、多分リハだったかも難しいんですよね、なんか、うん、できる人すごいなって思う。なんかいくらこうやってここでこうやって練習しても違うんだよね、マイク通すと難しい
まあ慣れとかもあると思うけど、その今まであまりやってこなかった分本当に緊張しちゃうの、そういうので。みんなで作り上げるものだから絶対にかぶしたくない、歌にはね。その歌を聴きたい人もいっぱいいるから。でもなんか今回その昼公演めっちゃドキドキしてたんですけど、夜公演は昼ができたからできるっていう気持ちでいたから、なんか結構その気持ちに余裕があって、そのダンスのフリーのところとかもなんか結構アレンジ加えアレンジ加えてたりとかしてて、昼と夜で違うものを見せれたんじゃないかなって思います。昼はもうなんだろう、自分的にはなんかもう練習してきたものをそのままみたいな感じだったけど、すごいドキドキしてたから。だけど夜はまあ、練習してきたものはもちろんそのままやるんだけど、プラスでなんかこうできたかなってなんか思いましたね。昼ができたからできるっていう言葉でね。オムライスショートさん、キュンキュン初見ありがとうございます。うん、立ち位置迷子にならなかった。なんか自分めっちゃ迷子とかにはならないんだけど、誰かが間違えてたりするといつもここにいる人がここにいないってなると自分が間違えてるって思っちゃって、やばいやばいってなることは あったあったけど、あってたし、あの大丈夫だった。多分そのわからない程度の、多分そのいつもやってるメンバーだったらわかるよねっていう感じ。そうだからなんか景色が違うってなると本当になんか心臓バクバクになります。私のでも夜は緊張なくできそうだ。でも多分今回のツアー初日でまた変更とかも出てくると思うから、いつもまあそれはツアーあるあるというか、より良いものを お届けするので、ちょっとこうしようああしようっていうのものは出てくるし、昼と夜で違うところもあったと思う。昼と夜で変更点も出てたりするから、そうそう、昼と夜でも瀬取りは違ったけど、瀬取りも違ったけど、演出的にも違ったところがあったりとか、そうそういうのがあるから多分ちょこちょこ変わってくるかなって思ってます。だからもうドキドキは変わらないです。ドキドキするけど前にできたから大丈夫っていう気持ちでたいなと思っております。はい、とにかく初日を終えれて私はすごくホッとしています。本当に緊張していたから、本当に本当に緊張していてやばいみたいな、なんか自分的にはなんかその練習が間に合ってない気持ちになっちゃって、その不安でいっぱいだったの。いろいろ新しいことがありすぎて、でも行かないとできないものもいっぱいあるから、行って決まるものもあるし、だから本当になんかその全てが完璧に練習できましたってわけじゃないかったから、本当にドキドキしてたんだけど、無事に初日を終えれて、あの本当にあの今後がちょっとなんていうの、安心というか、なんか前回できたからできるなっていう気持ちで入れます。うん、あ、それが自信、あ、そうですね、自信がちょっとつきました。はい、一回ね、その
同じサイズ、原寸大で、なんていうの、実寸大でやるのも、やることがやっぱり大事だなって思いますね。緊張してるようには見えなかったです。そう、伝わってて嬉しいです。顔がさ、だってさ、ライブ中さ、楽しい曲のみさ、こうやってなってたらさ、なんか 見てる方も不安ですよね。でもそれはなんか本当に7年間の積み重ねなのかなとは思うね。そう、そうだね、この自信を持ち続けて、むしろ増やしていってツアー駆け抜けていけたらなと思います。すごい楽しかったです、本当に。なんか本当にくまなく皆さんの元に行けたかなって思いますね。はい、逆にね、そのあ、いけるわって思っててミスる時もあるから、なんか謎の体の癖で変更されたとこが変更、体が変更になってなかったりとかもあるから、そこはね、あのちゃんといい緊張感を持って頑張りたいと思います。手遅れの表情好きです、ありがとうございます。またちょっと違ったジャンルというか感じですよね。切ないとか呪いとかとはまた別のちょっとジャンルですよね。いっぱい声出してくれてありがとうございます。競争カタストロフ、よかった。もう夜明けの時なのに。でもまだね、私昼公演と夜公演の途中までしか見れてないから、また残り見るのが楽しみ。さんの、あ、カフェ店員やりがち。カフェ店員見てね。あれなんか人気で嬉しいです、ありがとうございます。呪って呪って、カフェ店員やりがちです。掛け持ちありがとうございます。何時間ぐらい、2時間ぐらいですかね、ライブ2時間半とかかな。バイトの掛け持ち多いね。カフェ店員ですね。カフェ店員っていうのかな、あれは。喫茶店の、なんていうの、喫茶店はカフェじゃないか。初めてステージ披露を見る15枚目の楽曲も多くて、本当に良かった。分かった。確かに15枚目のさ、やつはさ、スペイベとかでしかやってないから、初めて見る方多いかなと思いますね。表情の見せ方、表現力も上がってます。嬉しい、ありがとうございます。収穫できてよかったです、よかったです。それはそれはよかったですよ。
緊張したな。本当にお昼は特に緊張した。また1ヶ月後っていうのがまた不安だよね。なんかその合間にスペイブとかがあったりするから、つなぎとかも変わるんですよね。つなぎっていうのは曲と曲の曲順番、曲順が変わったりするからとか、演出がつかなかったりとかするから、切り替えていきたいと思います。ちょっとね、頭を戻していきます。それで次のツアーを間違えないようにね、ちゃんとしないとね。今回は本当に初めての演出ばっかりというか、たくさんあって最高です。その日の反省会とか、みんなで反省会というよりかは、ここでその日はね、まあ、昼の終わりとかだと夜の修正点とかはあるんだけど、後日ですね、はい、みんなそれぞれ映像を見て、メンバー同士でもこここうだったよね、ああだったよねっていう話をしたりとかって感じですかね。なんかその場だと、何の曲だったっけな、ぶつかってごめんねとかなんかもうそういう感じぐらいしかないから、はい。ダンスの振り変わるとかあるか、ありますね、ありますあります、全然あります。ツアーだと、ツアーだと右だけど、普段は左なんだけどツアーだと右なんだよねとか、全然ありますね。ボートレースの時にサナツンと言ってたやりたかったことはオープニングのです。そう、どこどこでぶつかってごめんねとか、どこどこ動線間違えちゃったごめんねとか、なんかそういう、なんかあと何だったっけなみたいな、忘れちゃった、なんか謝ろうと思ってたんだけど忘れちゃったなとかが多いから、だから改めて見て修正点をメモってって感じかな。私は結構そういうやり方をしてますね。あとは演出が変わったりとかもあるかもしれないから、わかりませんか。やばい、もう時間になってしまう。でも SNS 終わったから大丈夫、大丈夫。いまたね、ツアーなのでこう、なんて言うんだろう、6周年みたいなコンサートではないので、ツアーなのでこれからいろんなところでやりたいと思います。まずはツアー兵庫ありがとうございました。とってもとっても楽しかったです。最高の時間でした。初兵庫また行きたいです。皆さんも楽しかったって言ってもらえて嬉しいです。ありがとうございます。ポンズさん、ありがけぴとくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。嬉しい、キラキラしてた、ありがとうございます。ということでランキングを読みたいと思います。ランキングタイム。13位、ボンキチさん。12位、人生じいちゃん。11位、 URP さん。10位、白いマッキーさん。9位、ヘイブンさん。8位、おまめちゃん。7位、ゆきのさん。6位、レグルスさん。5位、ゆずきぬさん。4位、ひでちゃん。3位、しゅんさくさん。2位、しのちゃさん。1位、ゆうたさんです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。2列目、バナナさん、わからないさん、メリダさん、おうちさん、サンピンさん、たしみさん、いとぱんさん、たーくん、あおちゃん、かいとさん、デルファイさん、タカヒロンリーさん、ハラディさん、シワさん、ヒッキーさん、大陸さん、アンドロメダユキさん、 P21 さん、中爺さん、町岡さん、ヒロさん、マミさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフト、コメント
ありがとうございます。ちょっとコメントだいぶだいぶすごい遅れてしまってすいませんでした。いっぱいコメントありがとうございます。本当に楽しいツアーでございました。また次も楽しみにしております。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。感謝。おやすみなさーい。バイバーイ。明日からも頑張ろう。